はい、お疲れ様です。タクティです。緊急で、今ちょっと動画回します。ですね、これ見てもらってる通りブルーテックシステム異常プラスアドブルーが空またはブルーテックシステム故障、こんな表示が出てしまいました。そして現在このピーってこの警告音が聞こえてくると思うんですけど、このスピーカーから聞こえております。これはこの異常とかこっちですよね、ブルーテックシステム異常、これが表示されて約300キロ走行するとこの警報が鳴るらしいです。はい、ということでちょっとね、今からここにね、ちょっと耳障りなんでこれ修理するまで音消えないらしいんですよ。はい、ということでね、ちょっと今からこれちょっとテープ貼ろうと思います。テープ貼ってちょっとこの音をね封じたいと思います。ちょっと待ってください。はい、それじゃあ今からちょっとねテープ貼っていきたいと思います。おお、静かになった。これでなんとか修理入れるまで音が鳴るかな。多分アドブルーの メーターの方はちょっとずつ減ってるんで、多分もうセンサーブルーテックのこのセンサーの異常が原因だと思います。こんな音が鳴るんですね。で、向こうにもスピーカーあるんやけど、これ棚つけてるから、これいけるか、少々お待ちください。はい、ちょっとねこんな感じなんですけど、テープ貼ってみました。この音がまた絶妙なこの音なんですよね。これ大きすぎず小さすぎずで、まあ反対の棚の上にもあるスピーカー貼ったんですけど、まだ音聞こえてますね。後ろにあるスピーカーからは音はしてないです。はい、この前にあるこっちと向こうの棚の上にある2箇所から音がしてます。はい、でアドブルーのね量も少しずつ減ってるんで、このブルーテックシステムの異常が原因でこの警報が鳴ってしまいました。はい、これ明日ちょっと修理入れる、もう予約も取ってるんで明日と午前中修理入れたいと思います。はい、そんな感じですね。はい、ということでこっちではなくこっちの可能性が高いです、センサーの異常。はい、前回もね一箇所こんな風になってセンサーのあれ交換してもらったんですけど、
もう一個センサーがあって、センサーがね2個ついてるんですよ。そのもう一個の方が多分今回こんな感じで異常出てるなっていう感じですね。はい。アドブルーの方はもう間違いなく量減ってるんで、うん、大丈夫だと思います。空っぽになってるとかなんか多分それは大丈夫だと思います。減っていってるんで、はい。ということで、嘘を乗ってるドライバーさん、このブルーテックシステム異常が出て300キロ走行するとこんな音が鳴ります。これテープ貼ったけど耳が慣れてきたらそんな変わらんな。耳が慣れてきた、そんな変わらん。はい。ということで、1年のスーパーグレート乗っておられるドライバーさん、まだ僕警報鳴ったことないよっていうドライバーさん、こんな音が鳴ります。はい。その時はぜひここにテープを貼ってちょっと音が気持ち小さくなります。はい。これね結構すぐ剥がれる粘着力弱いテープなんで、うん、まあパッと剥がせるから、はい、こんな感じで出ちゃいました。ブルーテックシステム異常、はい、ということです。明日修理入れます。ありがとうございました。バイバイ。